こんにちは。そっか、じくのくぼです。今日は気になる男の97話をお届けしようかと思います。今回ね、あの、バカと関わるなというね、テーマでお話し,していこうかと思うんですけども、まあ、誰をバカと定義するのかっていうのはね、皆さんそれぞれ自分で決めていただければいいと思いますけども、ネットワークビジネスのセミナーとかに行くとね、うん、以前は必ずこういうことを聞いたんですよ。参加者の方に、講演者が呼びかけます。皆さん、今、 あなた一人一人の身の回りにいる人を想像してください5人ちょっとピックアップしてみてくださいその人は上司かもしれない先輩かもしれない取引先の人かもしれない5人ちょっと思い浮かべてくださいそしてその5人の人の給料をどのぐらいかなって想像してみてくださいそれを全部足して5で割りますその数字があなたの給料と近くないですかっていう話をするんですよねそうですね、だいたい 多くの方が給料まあ20万の方もいれば40万ぐらいの方もいるでしょうねだいたいお勤めしてるとそのぐらいのボリュームゾーンに収まるわけですよその平均値を取ると自分の給料とそんなに変わらない確かにそうですよね中には手取りで200万300万月給もらってる人がいるかもしれませんけども5人で割るとまあ大体自分の給料とそんなに遠くない金額になるんですよね まあそこに細かい突っ込み入れるわけではないんですけども、この考え方、大筋は合ってると私も思うんですよ。まあ要するに、周りの人に引っ張られて自分のレベルが低いってことは実はあんまりなくてですね、それがあなたの実力だってことなんですよ。でも、片っぽでこうも言えます。その5人の人にまみれてる限り、その5人の人との環境からは脱出することができないんですよね。で、自分がちょっとね、 特別な人生を歩み始めるとすでにその5人とは話も気持ちも時間も合わなくなってくるんですよこういうふうに考えてみてください一緒にカフェに行ってランチをしますそういう知り合いがいるとしますあなたは懐にいつも10万円入ってるんですよだからランチメニューパッと開いた時に好きなものを選べるんですよねでも他の方はお財布の中に月に使えるお小遣いが3万円しかありません 1> 1日1000円しか使えないんですよそうなるとポッとメニューを開いたときにだいたいね700円とか800円の金額のもので躊躇するんですよワンコインランチ500円のものがあったらそれを選びますそうするとあんまりお金持ってない人はいつも同じ500円のメニューを選びますでもあなたはいつも2000円とか3000円のセットメニューが頼めるわけですよね、まあ、そうなると自分の目の前には豪華な 食事が並ぶ周りの人はワンコインのもので質素に過ごしているだんだん合わなくなってくると思うんですよで逆にですね別の集まりで自分と同じような懐状況環境を持っている人が集まるとまあ本当に華やかな食卓になるでしょうねでそこで交わされる会話ってのも変わってきますまあお金のことに関して言えば 3万5万10万使った経験を話し合うようになります。でも、お財布の中に2万とか3万とか限られた金額しかないと、そんなレジャーに行ったとか、大きい買い物したって話は出てこないんですよ。出てくるとしても、いや、学生の頃はね、とかね、昔こういう知り合いがいてすごいお金使うんだよ、みたいなことが出てきたりとかね。まあそういうふうになってくるわけなんですよ。まあ、つまり、 今この瞬間の自分の体験を語れるってことはなかなかなくなってくるまあそういうグループになっちゃうんですよねそうなるとそれが自分の目から見える世の中の常識にものすごく近くなってきます皆さんもこういうふうに想像してもらいたいんですけどもテレビばかり見てる人はテレビの情報をもとに考えて話すことになりますんで同じようにテレビの情報から考えて話すことをする人と気が合うんですよねつまりそのグループが出来上がります いやでもね、そうではない人。まあ、例えば、本ばっかり読んでる人がいるとしますよね。そうすると、本から得た高いレベルの情報でコミュニケーションできる人とは話が合うんですけども、例えば、シェイクスピアでこういう風な引用があるんだけどねって言った時に、シェイクスピアって、あ、読んだことないなぁ。どんな物語なのみたいな感じで、いちいち内容を説明しないといけなかったりするんですよ。それから、 鄧小平って人が昔いたよねっていう風に語った時も鄧小平誰それ中国人みたいな感じでいちいち説明しないといけないんですよねじゃあ唐昌平が日本に来た時に黒でも白でもネズミを取るのがいい猫だっていうふうな言葉を残したんですよこのエピソードの背景にあるストーリーがふわっと浮かぶ人とえー、そんな話があったんだ何何何 いいすごくいいものを知ってるよねみたいな感じで情報の格差とか思考の格差がそこにありありと出てきちゃうんですよね。そうなるとですねどういうことが起きるかっていうと確かに周りの人を足して平均値を出すと自分のレベルになってくるわけですよ。じゃあなるべく向上心のある人は自分よりも高いレベルの人と関わりたいじゃないですか。 そうなるとその平均値が自分の生活を押し上げてくれるんですよね。自分の思考を押し上げてくれる。自分の所得を押し上げてくれるんですよ。出会う人によっては、その人から発せられるもう情報の質が違うんですよね。だってそうじゃないですか。生まれた家が政治が官僚だったら、美味しいルートが引かれてるなーっていうのが幼い頃からわかるわけですよ。でも、生まれたところがもしかしたら、昔のね、工場勤務だったら、 よくて出世して工場長ですよ。さもなくばずっとその工場の下働きのまま生涯を終えますよね。そうなると子供から見る目線もお父さんいつも忙しいなと泥まみれだなと洗濯も大変だなと休日もなかなかないよね。給料も安いよねと。仕事って大変だなと思うわけですよ。いや仕事は確かに大変かもしれませんけどもお金稼ぎは必ずしも大変じゃないですよっていう思考に。 行き届かないんですよ、ね、うんまあ何を大変とするかでもあると思いますけども自分の好きなことがそのまんま収入源になったらそれはもうすでに仕事とは言えない本当に楽しく儲かる道になるんですよ。でそういったものを手に入れてる人もいるんですよね。いや薬王さんそれは一部の人だけでしょっていう反論がすぐ来ます。これも頭のの悪さの典型なんですよというのがね。 そんな暮らしを送ってるのはそんなことができるのは一部の人だけでしょうっていうのは何なのって話なんですよ。いやあなたも一部の人でしょ。こっちの人も一部の人ですよ。世の中はすべからく一部の人の集合体でできてるわけですよ。だからそんなことができるのは一部の人でしょっていうのは当たり前なんですよ。ねいや私はね、平和公園でホームレスをしていました。2年間ね。30代後半の頃、2年間本当にホームレスで暮らしてたんですよ。 賃貸のお金が払えなかったんでそこが出ることになりましたし身の回りのものはね全部中古に売ってしまって本当に iPad1 枚ぐらいしか手持ちぶさたでなかったことがあるんですよでも私は駐車場に車をセルシオを入れてたんですよね駐車場代金3万5000円でしたそこに自分の残り少ない持ち物と何着かの服を入れていたんですよねでも自分の寝るところはなかったんですよだから平和公園の 段ボールを組み上げたたところで寝ていましたそんな体験できる人って一部の人だけでしょ、ね。だからどこまで行ってもレベルの高い暮らしも一部の人レベルの低い暮らしも一部の人中間層も言ってみれば全部じゃないんですよ大部分という方もできるかもしれませんけども結局一部の人なんですよ有効労働人口っていうのがあります要するに働いて給料をもらって納税してる人 サラリーマンでなくても、お金の流れの中に入っているのはそういうことが言えます。これ6000万人ぐらいしかいないんですよ。日本人の人口の半分です。あとは、例えばもうね、現役をドロップアウトしたご老人ですとか、それから一部事情のある人とか、それから生まれて17、8ぐらいまでのお子さんですかね。こういった方は有効労働人口に入ってません。当然ですよね。だからこの1億2000万人の日本という国を動かしているのは6000万人なんですよ。 十分一部の人でしょ、これは。だって、過半数超えないわけですから。その中でも、いろんな仕事に分かれていますんで、どんな専門家も一部の人なんですよ。新入社員も一部の人。経営幹部も一部の人。全部一部の人なんですよ。だから人を指さして一部の人でしょって言ったら、そりゃそうだよ、っていうふうなね、答えになるんですよ。当たり前のこと何言ってんだ、みたいなね。だからこの一部の人論争っていうのは、全く最初から、 話す必要がないよねこれを言い出す人は、まあ、分かってないなと思うしかないんですよね一部の人それはそうですよ全部一部の人ですよってことなんですよさあもう一回話を戻しますけども自分の好きなことをねそこでやって収入を得てる人これは見方によっては仕事なんですけどもやってる本人からすると仕事ではないですなぜなら一つの見方として仕事っていうのは大変なもんだっていうような古来の考え方があるんですよね 大変なものなんですかねいや、大変じゃないものを選んで、収入が高ければいいんじゃないですかそれとも、そういうことが選べないってことは、給料は安くても、より楽な仕事を選ぶってことになるんですよ。職業選択の自由はありますからね。給料安くても、楽な仕事を選べば、それは収入を得たことになりますんで、まあ、一発の稼ぎ点になるでしょうね。ただ、収入を上げていこうと思うと、他者を出し抜かないといけないんですよ。 1>, 1時間に5個処理できる人と1時間に10個処理できる人経営者はどっちを選ぶかってことなんですよだって1時間に5個処理できる人は2人雇って1時間に10個処理できる人と同等なわけですからじゃあ同じ給料を出すんだったらね同じ経費を出すんだったら2人の人を雇うよりも1人の人をちょっと割高で雇った方がいいでしょって話になります じゃあ1時間に5個処理できる人をそれぞれ1000円で雇うと2000円かかるところ1500円出すから1時間に10個処理できる人を雇った方がいいわけですよね働きても給料が平均より高いし経営者としても出費は2人雇うよりも安いのに高い結果を残してくれるじゃないですかそういった形で競争っていうのは自然に起きてくるんですよねこれを神の見えざる手っていうんですよ何も仕掛けしなくても 市場が勝手に相場を決めてくれるって考え方です。でもこの神の見えざる手を考えない人っていうのはいろんな規制とかルールによってわざわざ効率の悪い社会を作っていくんですよ。なぜ効率の悪い社会を作るかっていうと効率の悪さは反対側では搾取につながるからなんですよね。まあ、支配者 支配者といっても闇の支配者から単なる会社の経営者とか任意団体のリーダーとかってありますけどもそこには一定の支配が必ず存在するんですよ人が二人以上揃うとどちらかが支配してどちらかが支配を受ける側になりますそういうふうにシンプルに考えていくとどこかで割を食う人がいる反対では美味しい思いをしている人がいてとかく世の中は平均ではないし格差ができていくんですよね、まあ、そういうふうに考えていくとね私たちは 格差を支配する側にも,あるもしくは格差を受け続ける方に回るこの選択肢があるわけなんですよじゃあいつもリーダーシップを取って自分で選択肢を作ってその選択肢を自ら選択していってさらにそこに改良と改善を施してさらにね自分の暮らしや生活を豊かにする人がいるとしたらその人はそういう思考と行動ができる人なんですよそういう人と一緒に行動すると徐々に自分もそういうふうな行動をコピーできるようになるんですよ もちろん、一生懸命勉強したり、その人の目も行動調査を取ったりとかね、すれば効率よく進むでしょうけども、そんなことしなくても、一緒に関わってるだけで、同じような行動と思考になってくるんですよね。これがミラニューノンの働きなんですよ。まあ、例えばね、どんな時でも、ちょっと濡らしたタオルを持って出かける人とずっと一緒にいるとしましょう。徐々にそういう生活になってきます。 どこに行くときもちょっと濡らしたタオルをもしくは小さなハンカチをポケットに忍ばせるような暮らしになっていくんですよ。そうなると本当に濡れたままと服が汚れちゃいます、濡れちゃいますんでビニール袋のちっちゃめのところにね、おしぼりのように濡れたタオルを入れるようになるんですよ。そうなると何が起こるかってことなんですけどもいろんな場面でそれが役立つってことに気づくんですよね。ちょっと汚れたらタオルを出してサッと拭く。すぐに問題解決ですよね。手が汚れました。タオルで拭いてまた収める。 そして水道があったらそのタオルをこまめに洗ってまたきれいにしていつでも使えるような状態にしておく。たったこれだけの行動なんですけどもむちゃくちゃ便利なんですよ。例えばね私は今子供と一緒に行動することが多いんですけども子供が一生懸命に遊ぶと汗をかきますね。ポケットから出したその濡れたタオルで拭いてあげると帽子がなくても熱中症にはかからないですしなぜ子供がいつも清潔で気持ちいいんですよ。砂場で遊んで泥んこになってもすぐにね水道がないところでも その濡れたタオルでで綺麗に仕上げることもできますしそれからこれは子供がいない環境とかでもそうなんですけどもカフェに行ってお茶を飲むときにおしぼりのね布のしっかりしたのが出てくるところがあると思えばこんなね髪っきれの拭けないようなちっちゃい使い捨てのおしぼりが出てくるところがあるんですよ。うん、まああの食事に行く時もそうなんですけどもくら寿司のおしぼりってこんなちっちゃくてとてもじゃないけども口も拭けないし手も拭けないんですよ。でも 濡れたタオルがあると、ゆうゆうと自分はね、手をきれいにできるわけですよ。そしてゴミが出た時には、ポケットにあるビニール袋で、それを結んで持ち帰ることができます。そういう風な暮らしを送ってる人と一緒にいると、あ、これ便利だな、自分もそうしようかなっていう風に、教わらなくても自然になるんですよね。これはミラーニューロンの働きとまでは言いませんけども、習慣が遺伝するってことなんですよ。ですので、賢い人の行動は、 賢い人を作り続けるんですすよよね原則的にはそうなんですよでも反対側でですね愚かな人の行動は愚かな人のこう愚かな人を作り続けるってところがありますねつまりは賢い人もコピーを作るし愚かな人もコピーを作るんですよそしてその速度は愚かな人の方が速くて強いっていう、まあ、そんなバランスがありますなぜなら愚かな人の方が多いからなんですよでここで冒頭の話に戻りますよ 周りの人の5人割り算して自分の所得だっていう話がありましたけどもいや自分のレベルが低い時にね高いレベルの人が自分と付き合ってくれますかねだって高いレベルの人と高くないレベルの人がいると高くないレベルの方に引っ張られちゃうんですよだからこの人は賢いからこいつと付き合ってたらやべえなとバカが映ると思ってどっか行っちゃいますさあここまでねちょっとね際どい言葉を使ってきて非常に話しにくいんですけども家族に話戻してみますよ 稼ぎ手であるお父さんと稼がずにお金を使ってばかりの家族。この構図はお話しした通りですけども、そうなるとどうなります通常でしたら、稼ぎ手のお父さんに行動が似てくると、家族みんなで稼げる。家族みんなで効率的な消費活動ができるっていうふうになってくるはずなんですけども、ならないでしょ。どんなに稼いでるお父さんのそばにいる奥さんや子供も稼げるようにならないでしょ。どちらかというと、稼いでない人の行動とかに引っ張られるんですよ。 だからだんだん稼げなくなります。今稼いでる人も。残念ながら。家族がいると稼げなくなるんですよ。家族は使ったり、無駄をしたり、またなんか粗末に物を使って、繰り返し繰り返し、せっかく稼いでるその財をね、消費ばっかりするんですよ。消費の速度が速いんですよ。どこかでね、物を大切にしたりとか、それから必要なものはタイミングよく、 買いいいえるってことができればいいんですけども、お金を稼いでる人のレベルまでは来ないですね。とても。稼いでないんで。となると、お金を稼ぐ大変さも当然わかりませんし、どうやったらもっと稼げるかなんてことは考えもしません。どのようにお金をもらって、もらったお金で自分を気持ちよくするか豊かにするかしか考えてないんですよ。たまにお釣りのようにね、稼いでる人に、 いつもお疲れ様っていうふうにプレゼントが来るかもしれませんけども、全く合わないですね、そういうのはね。全く釣り合わないです。たったこれしかないのみたいな感じですよね。だって100稼いで100戻ってくることはもう最初からないわけですよ。100稼いで10か20戻ってくる程度なんですよ。まあそこにでも感謝しないといけないっていうね。このアンバランスさはありますよね。シンプルに考えて、稼いでるお父さんは普段関わってるのが家族です。 家族の稼いでない方に引っ張られます。だから家族と離れて稼いでる人ばっかりと関わってるともっと稼げるようになります。だからね、稼げる人って家族作んないんですよ。独身の億万長者、うん、この姿っていうのは結構自由で豊かですね。でもその上で家族を持ちたいっていうふうな気持ちとそっちに引っ張られないぞっていうのうな稼いでない人に引っ張られない精神を持った人がいるのも確かなんで両方ともいるわけなんですけどね。だから立派ですよ。 お金を使うだけの家族と一緒に暮惜し,しげもなく自分の稼いだものをあげることができてさらに稼ぎのペースが落ちないっていうのはね立派だと思いますけどもまあ凡人には無理でしょうねそういうところでやっぱりこう家庭内の不安っていうのがね生じて崩壊に向かうっていう話もしましたけどもねここに結びついてくるんじゃないかなと思いますはいということでねミラニューノンの恐ろしさなんですけども 稼いでない人と関わっているとそれが家族とやろうとも自分も稼げなくなりますってことなんですよ。ただ家族と離れるってことってもうできないじゃないですか。だからなるべく家族と関わっていてもこうなっちゃダメだなっていうふうに心の中でつぶやいた方がいいですね。お金の稼ぎ方に関してはですよそれ以外の面では家族が自分の癒しとかね心の支えになることがあると思いますのでそこには本当に素直に感謝していきましょう。 ここととお金稼ぎにに関しまししまててては、害ななるるが多いってこと話をしてるわけなんですよ。だからそれを他の分野にも広げないようにした方がいいいいかなと思まます。まあ、いささかね今回は言葉に詰まりながら喋ったところがあると思いますけどもまあ、でもシンプルに真実をきちんと見据えてそこから自分の新しい思考を作り上げていくまさに自分の選択肢を作り上げたりとか自分の解釈を作り上げてね妙な敵概心とか嫉妬心が起きないように自分のマインドをコントロールしていく必要があるのかなと思いますね。 まあそこまでできる人はなかなかいないよってね言われるかもしれませんけどもなかなかいない人になろうとしてるから在宅でで月収100万という言葉が出てくるんでしょだから誰でもできるようなことをしていたらそれは誰でもできるような人生しか送れませんのであなたの人生じゃなくなってきますよそれは代わりのいる代わりの利く人生になっちゃいますよね自分にしかできない人生を歩もうと思ったら自分にしかできないたった一部の人しかできないことを追求していくことになりますね で、えっと、人生の目的に関しましてはね、うん、これはね、自分で設定して、自分でそこまで到達して、到達したらまた別の目標を設定するってことの繰り返しじゃないかなと思います。まあ、なぜ誰かがね、自分の人生の目的なんて設定してくれるわけがないですから、自分が思った時が目指すべき方向かなと。で、人生の目的や目標がなくても時間は過ぎていって死に向かってますんで、そう思ったらね、 人生は何のためにででも考えること、ベクトルを決めることによって、明確に効率よく多くの人と出し抜いてですね、多くの人を出し抜いて、自分だけの人生にまっすぐ進めるんじゃないかなと思いますね。まあ、少なくとも、一人で置くという金額をね、稼いできて、未だにそのルートにいる私から見るに、 人の指示を受けてる人生っていうのは、人の指示を受けないと進めない人生ですよね。つまりは、人生の目標を誰かに設定してもらわないといけないし、どこかにある人生の目標、誰かの決めたものを探して、これにしようっていうふうな選択をすることになるんですよね。そうじゃなくて、選択肢が何もない時に、自分で選択肢をいくつも作り上げて、その中から自分だけの回答にたどり着ける。このトレーニングが日々必要なことなのかなと思いますけどね。 はい。ということでね、今日は、あの、何のことを申し上げてきたかな、うん。まあ、あの、あれですね。5、5人の平均値が自分の給料ということもありますし、まあ、一部の人論争ですね。この辺についてお話したかなと思います。じゃあ、97話以上です。お疲れ様でした。うん、じゃあ、あの、YouTube アカデミーね、まだまだ入ってくるといいですね。あの、YouTube アカデミーを、あの、最後まで、 考えて考えて考えた人悩んだ人ってのはどういう人かっていうといらないと考えなかった人なんですよねいらないと思った人は悩まないんですよどうしても参加してみたいなと思ったんだけどもいろんな事情で選択に揺れた人ですよねだからね何か何の制約もなかったら参加するでしょとその制約に回答が出てないから躊躇して結局は 参加を見送ったと思うんですよそういう方必ずいいと思いますまあ、ですのでその躊躇に対してアンサーを与えるようなそんなね情報発信ができていればもしくはこれからもできればその方は参加すると思いますね、うん、そう思うしかないかなと思うんですけどねまあ言えるのはこの YouTube のタカさんの塾ね入るか入らないかで言ったら入った方が絶対にいい結果が出ます 入らないことで人生が変わることはありません。ただ、個人的にそうは言ってもないという問題があるでしょう。それはタカさんに相談してみてください。ということをね今回の動画の最後にしたいと思います。それでは、いってらっしゃい。